タイムトラブルトンデケマンは1989年10月19日から1990年8月26日までフジテレビにて放送されたテレビアニメ全39話1989年の秋頃にフジテレビが打ち出した平日夕方午後5時30分からのアニメ番組枠ティーンズゴールデンタイムで唯一の原作が存在しない作品として始まった しかし、月曜日に放送されていた、ガキデカが早々に打ち切られたことで、ティーンズゴールデンタイムは、消滅、残りの4作品が、金曜日の夕方4時から6時に集約し、当作品は午後4時からの放送となった。その後、午後4時30分により放送していた、マジカル、ハットの終了により、今度は、日曜の朝5時30分に、再び移動した。なお、 ティーンズゴールデンタイムの枠のうち、最後まで残った、ランバイチにネット編は1992年9月25日まで放送された。ストーリーは基本的に1話完結、タイムトラベルもののドタバタアニメである。毎回、過去や未来で物語が展開。史実だけでなく、映画の世界など舞台となることもある。有名な映画などからのパロディが多く見受けられ。 放送タイトルも映画のタイトルをもじったものが多い。なお、最終回を除いてタイムパラドックスネタは扱っていない。キャラクターデザインは当時日本テレビ系列で放送されていたマジンエ伝、ユーデン、ワタルシリーズやマドウォー、グランゾートとともに足田富夫が担当していた。なお、近畿地方では富士テレビ系列の関西テレビ放送が 夕方5時台の自社制作の帯番組が金曜日のみ1時間枠に拡大して放送していたためティーンズゴールデンタイムの内あたり番組のみがネットされず代わりに独立 UHF 放送局のサンテレビと KBS 京都にて約2ヶ月遅れで放送されていた青森テレビでも木曜日夕方4時30分から5時に放映していた アニメ専門チャンネルの ATX で2005年12月、2006年10月に再放送された。いずれの曲もレコードはポニーキャニオンから発売。放送当時、終了時にはビデオ化、LD 化はされなかった。DVD ボックスは2006年1月27日、アトラスから発売された。映像特典として、ノンテロップ版、OPED や、 フジテレビでの放送を前提とした内容のためたの、地域では見ることができなかった番組宣伝用の告知 CM などが収録されている。フジテレビでの放送初期ではカットされていた次回予告も収録されている。ありがとうございます。